六月七日、高橋市近藤市長が山田報告の大河ドラマ化へ向けた PR 活動を行いました。近藤市長が会長を務める山田報告を広める高橋の会では、平成二十四年から全国の報告さんを広める会を中心に実行委員会を組織し、山田報告 NHK 大河ドラマ化に向けた 100万人署名活動を全国展開令和元年に目標の100万人署名を達成していますまたこれまでに岡山県知事を筆頭にした実行委員会において NHK に計8回の要望を行うなど積極的に活動しています今回はその活動の一環として近藤市長が 山田報告にゆかりがある県内の自治体の首長を訪問し、山田報告の NHK 大河ドラマ化実現へ向けた活動への協力を依頼しているもので、この日は紀美中央町の山本町長のもとを訪れました。近藤市長は、大河ドラマ化に向けた地域ぐるみの機運や報告さんの知名度を向上させるには、紀美中央町の皆さんの協力は不可欠、 ぜひお願いしたいと、山本町長へ協力を依頼し。山本町長は、郷土の偉人である山田報告の大河ドラマ化は、ぜひ実現したい。今後も協力させていただくと話されました。吉備町長、やはり、あの、備の国と備中の国、分かれているんですけど。しかし、まあ、多くの方が、やはり、松山城はご存知です。 その松山城を建て直したということも多くの方が知っておられますのでやはり馴染みがある存在ですはい、報告先生は私は思うよに本当に少なくても美北地区の偉人岡山県の偉人だと思います報告さんおられなかったらこの日本そのものがどうなったのかなというようなところもありますので 本当にこう、うん、力強く大河ドラマになるように、みんなでこうやっていきたいと思う、もう改めて思いました。近藤市長は、すでに三崎町、真庭市、新見市への訪問を済ませており、今後は積極的に地域間の連携を呼びかけていきます。岡山県高橋市長をしてます。 と言います山田報告皆さんあんまり分からないなという方もいらっしゃると思います幕末の明治維新前の本当に中層になった一人でもありますその方を高橋は報告さんを大河ドラマにしようと頑張っています多くの県民の皆さんにも協力をいただきました全国の皆さんにも署名をいただきました是非皆さんで山田報告の この人となりというものをしっかり勉強して応援お願いしたいと思います。芳国君というこのバッチストラップ可愛い,いでしょ。どうぞよろしくお願いします。